定いたしました。激格闘生というのはですね、10月に私がここで、ハローワールドの間に60分アイアンマンですね、やらせていただいた時につけた、大会名だったんですけど、とても気に入ってしまいまして、それでちょっとハードコアの方面でもっと面白いことができたらなっていうのを思いまして、それで思いついたのがミックスドハードコアということで、今回出場する皆さんに早速ご登場していただきたいと思います。はい、ハードコアのミックスドタッグトーナメントということで、自分が初めて対戦させていただいた男子選手が武田正史さんでして、試合をした時にすごく強烈なものをたくさん食らったので、今度はタッグを組んでみたいなと思いまして、お願いさせていただきました。面白いです。はい、まあね、こうやって選んでくれたってことは光栄だけど、まあなんかこの間ね、この間っていつかは忘れたけど、シングルやって通じるもんがあったから、まあ、本当にこの子はね、デスマッチとかそういうハードコアとかそういうスタイル本当に好きなんだなって思ったから、まあ組むのには意義はないね。まあでもこうやって見てると、なんか仮想大会みたいでね、なんかね、このスタイル舐めてんじゃねえかっていうやつらがちらほら見えるからね。まあ俺はこういうなんだろう、スタイルで、ね、あのリングに上がるからには、男でも女でも関係ねえ、全員血祭りにあげてよ、俺らが、俺と鈴がおな、そうだ、トップ取ってやるからな、はい、やるからよ、お前ついてこいよ。オッケーな。で俺はあのこの若い18歳だっけ、はい、18歳、フレッシュさをもうずん存分にこうフレッシュのいくつももらって、俺もフレッシュにフレッシュな血を流して、はい、優勝しますよ。はい、私トナに組ませていただきたいお話したんですけど、デビュー前からお話しさせていただくこともあり、デビュー戦も見ていただいており、で私実はですね、ハードコアマッチには興味があったんですけれども、デビュー当初から随分怪我も多く、自分の体に自信がなかったもので、なかなかハードコアの方が来たのは大差ですね。ただですね、もう一人の人格、雪姫マヤの方では椅子食らったりチェーン食らったりガチャ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 していますし、最近はもう体も丈夫ですね、私、はい、なので、ハードコアデビューという形に なるんですかね。それはやはり、はい、この音組ませていただきたいなと思って、はい、実施させていただきました。はい、まあね、このミックスドトーナメント、ハードコア、このね、お雪がね、この殿と組みたいというのであれば、まあ、断る理由の一つもない、苦しゅうない。まあね、仮想大賞なんて言ってるやついるけどね、これが俺らのチームのこのトーナメントにかける意気込みだ。あ、伊達に金はかかってねえぞ。おいくらですか？聞いてみ、驚くなよ。49,500円だ。いや、殿、一括で払ってきたぞ。しかも昨日言われて、今日、今、朝借りてきたぞ。うん、まあ、この金額は、まあ、おゆき、お前のご祝儀みたいなもんだ、うん、初のハードコア、がっちり優勝して、優勝賞金で楽しい宴と迷うではないか。以上でございます。大体これでさ、優勝賞金っていうのがあるんですか？ないの？今聞きました。え、あった方がいいですか？何のために戦うのか。そうですよね。では思い出作りか。ちょっと賞金だとあれなので、豪華賞品でもいいですか？お、不穏豪華賞品聞いたことあるよ。はい、そこはプロデューサーの旦那に用意してもらおう。豪華賞品を、うん、はい、頑張って用意させていただきます。苦しいね。この話聞いたときに、パートナーはつったらもうミノルさんしかいないでしょ。もちろんミノルさんしかいません、わしら。そこのね、リアル夫婦よりもね、我らと長く組んでるわけで、もう負ける気しねえですよ、あと。わかんない、あのいつも息合わないからあれですけど、なんかまあ、山下、寺さんはもう最近
さっきの結構前からハードコアでスマッチですごい実績を残しているところに鈴が入ってきてしまって、ちょっとこのままだと埋もれてしまうと思っているんですよ。でもそうなりたくはないので、自分は今年こそもっと血を流すっていう目標を立てたので、ちょっと あんまりこう花のがないかもしれないですけど、ダブルフジから泥臭く勝ちを狙って優勝したいと思います。葛西さんと正直対戦する方が好きなんですけども、実は初めてハードコアをするってなった時に吉野恵子さんの興行で、その時に対戦相手が軍曹なしそこで、私と葛西潤が組むというカードだったんですけども、葛西さんが欠場になりまして、結局2人で組むということがそれから全然本当になくですね。なので本当に数年前のことなんですけども、あの時一緒に組めてたドーナツさんだろうとかいろいろ思って、それで葛西さんをパートナーにちょっと指名させてもらいました。そうですね、なんかちょっと珍妙な人が多い中でいい刺激を与えられたと思っています。よろしくお願いします。このオファーをはじめにさやからもらった時に、誰が参戦するのかを聞きました。その時に、この人は誰を連れてくるんだろうな、この人は誰と組むんだろうなっていうのがあらかた想像できてしまいました。なので、勝つためには人間狂気のような男を連れてこなければならないと思いまして、連れてきたのが彼です。そう、その通り、ちゃんもち。そうだよ。何言ったかん。おい、俺らバブルな、このバブルな時代を先取りしたかのような、この高雪とちゃんもちで、兄もおい、笑ってんじゃねえぞ。笑ってんじゃねえぞ。おい、雪鷹だよ、高雪の雪鷹でも。どっちでも言っといてよ。頑張って喋ってて。そうだよ、おい、ちゃんと、まあ、落ち着け、このナイスバディなちゃんもちと、このワイルドな俺の体が、そう、ちゃんもちが言う通り、もう体がもうハードコアだから、この大会もう制覇して、そうだな、5時までには5時から男なんで、5時から男なんで、5時から男なんで、ちゃんもち、ちゃんもちと座銀で指数決まってるんで、ね、ケツカッチンなんで決めていくんで、しくよろ。しくよろ。自分が佐久間さんを選んだ理由はですね、なんかこう雑に自分のこう何ですか、扱っていいような選手が、え、雑に扱うの？そうがいいなと思って、でなんかちっちゃくてなんかベタベタね、する人がいいなと思ったので選びました。自分は人出なしで、なんかね、よく、なんですか、なんか、人出なしで、上等だよ、人出なし、いいじゃないか、人出なしだよ、これもな、サイコパスボーイって、呼ばれてるのか、自分で言ってるのか、どっちもなんだけど、人出なしと組むのは楽しいよ、楽しそうだな。アイスリボン、デスマッチ、ハードコア、最近ね、よくやってるみたいだけど、俺のデスマッチャーな、ドン引きするような、血がいっぱい出るような、ね、そんなデスマッチをいっぱいやってきたんだよ。だからな、アイスリボンよ、俺に、このトーナメント、俺を出したことを後悔させてやるよ。お前もな、俺がやってるような、ドン引きするようなデスマッチ、ハードコア、できんのか？できるわ。やるよ。やるよ。もう任せたぞ。やるよ。人出なしとサイコパス。どんどん俺を使ってくれよ。そう。どうなるか楽しみにしてほしいなって思います。我ながら珍妙な選手を集めてしまったなと思っているんですが、そうですね。相手にとって不足だし、誰と当たっても面白いことになるの間違いなしな選手が集まっているので、このトーナメントを優勝して、私たち夫婦がハードコアやデスマッチのミクスドのタッグの頂点に立ちたいと思っております。オルカさんは
今のところ私のバーターでほとんど仕事しているんですが、この前、鉄血のダイナマイトリベリオンという工業をやっていたのを見て、なんだできるんじゃんって思ったんですよ。一時期ちょっと心が折れてた時期もあったんですけど、すごくかっこよかったです。嫁が言うとちょっとあれですけど、なのでオルカをこう上げていくためにも、自分が上がっていくためにも2人で優勝できたらなと思っております。はい、プロレス村から、村八分に会っております。アイスリモンさんはね、どうにか嫁のバーターで試合させてもらってます、はい、そのね、恩を返すためにもね、しっかりとやっていきたいと思います。でね、仮想大会とかね、珍妙と話しててますけどね、一番まともな服装してますけどね、一番珍妙なことしますよ。僕たちがリング上でね、会見でね、珍妙なことしなくてもリング上で珍妙なことしますからね、どのぐらい珍妙かはね、実際見てもらえば分かると思います。ぜひね、ご期待ください。今現在5月4日横浜大会に向けてリーグ戦をやっている最中なんですけども、ライスリボン道場を抜け出してピースパーティービッグマッチ第2章が発表されてすごく嬉しく思います。セラさんプロデュース工業、スペシプロデュース工業、自分もセラさんに負けたくないので、そこも見どころだと思います。それでは女子キャリアの若い教育から引いてきます。よろしく。
で、2回戦行くと19時からです、大会もあるんだけど。19時からだよ。どちらに行くのか。5時から男なんで、5時からめっちゃ活躍するんで、ねえ、ちゃんもち、ねえ、よし。5時前に、じゃあ、ヒーラー君に当たった。よし。引け。お茶だけられてられるのが今のうちだから。
パーパーパー知ってるパーパーパー最近までだから分からないんでしょうね。本当にやっぱ今のねナウヤングにはね全然バカウケじゃないけどもね、やっぱこのお色気爆弾ダメよ、ね、お色気爆弾とねやっぱちゃんもちの、ね、息の合ったねこのタッグチームの中で一番息合ってるのはねちゃんもちと雪高だからね、もっとあれかよ、はっきり言うの楽しみにね、楽しみにしててね、しくよろです。雪日の、黒い方のマヤがこの夫婦とやらせていただいてもらいました。その時は巨大なレーザー線の配線と椅子にラサラサラされてマヤがフリカウント取られたんです。なので、イメージで今日はね、マヤのためにこんな格好してますけれども、きちんと出陣準備で整えて挑むつもりでおりますので、まあ、ね、夫婦かなんか知らんけど、このね、友と姫のタッグに対してね、中途半端な着物で出てきやがって、しかも何で後ろにキャラの薄い男は、卒業式だよ、もうバーターから丸出しじゃないか、これ。まあ、そういうところをね、まあ、今日は会見ですけど、当日試合でリング上できっちり見せつけてあります。俺らってこれね、別に受け狙いでこれ着てるわけじゃないから。大会に向けたね、これは誰にも負けない意気込みだから、それぐらいの気持ちでこの大会に挑みます。プロデューサーなんか知らないけど、その差はバッチリリング上で見せつけてもらいます。この2人かっていうのがまず正直な感想で、あ、一番の横浜タッグだと思ってました。ちょっとこれよりもか、はい、鳥よりも一番のリモコンアタックだと思ってたんですけど、なんか今のコメントを聞いてやる気がすごく出たのと、そういえば、そっか、私たちもう優勝する気満々なので、優勝したら豪華賞品、豪華賞金は私たちのものになるわけだから、それなりにいいものをやっぱ用意しようかなってちょっと思えてきましたので、頑張ってください。賞品、はい、試合、はい、もうやっぱね、ベテランのね、こういう場でいかに持ってこうとするかというね、ベテランのパワーですよ。さすがに僕がね、あえて一番無難なところに見つけましたからね。他に目立たないのもね、むしろ逆に目立てるんじゃないかと思った。予想通りね、鳥に殿に姫にね、いろんなの来てるんでね、なのでね、しっかりとリング上で結果を出すのが一番と思うので、そっちで勝ちたいと思います。サッカーには顔を口で刺された件もあるので、ぜひ当たりたいなって思います。見ての通りも今ただ浮かれ持っちゃうんで、これいけるんじゃないかなって思います。あとこれは正直いい意味で当たりたくないです。フジタ、ダブルフジタすごくいいチームっていうのを実際見てるんで、で藤田さんに関しては、まあ、最近一緒に組んでますし、どれだけやばい人かっていうのはすごい分かってるので、まあ、ただ、まあ、藤田さんと組んで一番ちゃんとパートナーとしてできるのは、まあ、実は私と思うかなっていうのを、まあ、勝ち上がってきてもし当たることがあれば、本当のちゃんとしたパートナーは自分が一番っていうのを思い知らせれるいいチャンスかなって思ってます。